方針演技、方針演技、方針演技は、中国秋代に成立した神解消説。昇州演技、方針伝、方針坊、方針坊演技とも言う。史実の因収益性革命を舞台に、仙人や同志、妖怪が人界と仙界を二分して、大戦争を繰り広げるスケールの大きい作品である。文学作品としての評価は、高くないが、中国大衆の宗教文化。 民間信仰に大きな影響を与えたとされる。著者、編者は一般にもとなかりんとされることが多いが、定説はない。同様に歴史を題材にした三国志演技、隋唐演技に比べても残されている史実が少ないこともあり、フィクション部分が圧倒的に多く、幻想性も強い。はるか昔、世界は旋回と人界に分かれ、旋回はさらに 人間出身の仙人、同志たちからなる、混乱山の仙道、仙教と、それ以外の動物、植物、神羅万象に由来する、説教、説教に二分されていた。人界は時に、陰、正の中央の知性。中央は、名君とされていたが、満身から、除歌病の祭祀において、除歌は、人間界の、どの人間より美しい。 この女花が私のものであったらいいのにという意味の詩読んだ。この神と人を混同した無礼な行為に女花は起こり、千年生きたコリのせいに中央を落とし入れるよう命じた。コリ生は朝歌の高級に入ることになっていた美女、奇中高の娘、脱旗の根白を滅ぼして体を手に入れ中央を牢絡し始めた。これ以降中央は、 脱起に操られるまま次第に暴政を行うようになっていった。一方、戦会では、戦況の教主原始天孫門下の根ン,ン十二大戦が、千五百年に一度の逃れられぬ孔として、人を殺さねばならないことになっていた。また、後天上帝、天帝が彼ら十二人を進化に命じたことから、飲衆革命に関わる戦況と、説教と、 人道の中から三百六十五位の神を封じる方針の儀式を行うことになった。天命により、この方針の執行者として選ばれたのが、今度の同志の一人であった教師が、後に衆国の上昇となる太公坊である。かくして、院大末期の印象革命の動乱を舞台に、四不相、四不像に乗った教師が、 大公棒が巻き起こす印州両国の間の戦乱、ひいては、戦況と説教の対立が描かれながら、数多くの仙人、同士の霊魂が、方針棒の掲げられた、方針台へ飛んでいくこととなる。作者は、諸説あり定説はない。現存する最古の半本である、金白啓先生批評方針演技第20巻には、元中李雲賢と記されている。また、 冒頭部分を元中林が書き、序文を記している、李運章がその後手を加えたという、元中林、李運章が作説もある。その他、同郷方面において、著作の多い陸に姿勢の作とする説もあるが、これは、成立年代の問題などから疑問視されている。なお、金平梅の作者である、王政帝が朝廷より、金平梅の中身を見せるよう命じられたため、慌てて、人よで、 方針演技を書き上げて差し書いたという説があるが、現在は俗説として否定されている。秋代の金白径先生批評方針演技第20巻が現存する最古の半本で、これは日本の内閣文庫に所蔵されている。寝台には、巨人へによって、4、行き騒動本と呼ばれるテキストが出版された。中国や台湾で一般的に流布している。 活字本の内容は、これに基づくことが多いという。4. 雪き騒動本と、金白系先生批評のストーリーは、ほぼ同じだが、第99回の方針棒に名を連ねたメンバーが、大幅に異なる。特に群生精神がかなり異なり、金白系先生批評では戦死したにもかかわらず、名が載っていない人物が、数多くいる。また、これとは別に、信頼の、猛古者往復局本と呼ばれる。 候補体の220回本が残っている。こちらは、口談として、民間でルフしていた説話をベースとしており、前述の二つの版と内容が異なっている。方針演技の直接の前身となった作品は、元の至り一年間、1321から1323以前に成立したとされる、歴史小説、武王伐』中平和とされる。また、方針演技の作者は、 秋代のあまり商業の小説、春秋列国志伝、第一巻も同時に参照していたと言われている。方針演技の物語の骨組みは、この二作品とほとんど同じだが、武応バズ、中平和と、春秋列国志伝があくまで歴史小説であるのに対し、方針演技は、神会的要素が大量に挿入された、神会小説である点で、前者二作品とは大きく異なっている。 本作に登場する神会的なモチーフの多くは、それぞれ元となる説話がある。例えば、方針演技の物語の軸である、太望を教師賀が,が方針を行ったという古字は、古くは四季法然書の記述の中に原型が見られ、天命により、周武王の中央討伐に応じて、神が戦ったという説話は、秋代の神学書、三狂源流、創新大前、 送信大善に見られる。登場する新選に関しても、その多くが送信大善や新選津がなど、当時進行されていた新選を扱った書物に名前が見える。方針演技の著者はこれらの書物を参照し、そこに見られる新選を名前だけ釈用したり、元々の説話を改変したりして、物語に挿入していったと考えられている。このため、 古くから信仰された神仙、女家、陰行、大丈老君、孔子子、赤聖主などと比較的新しい神仙、妖禅や、聞き仲など、が、ごちゃ混ぜになっていたり、さらには、仏教系の神仏、念頭同人、文殊広報天尊、美語、など、陰衆時代にはまだ仏教は成立していないや、後世の人物、東大に武将として活躍し、後に軍神として、 ビッシャモン門ンと同一視された、リなど、が登場していたりと、過度な時代錯誤が見られる。四大記書として、古くより、西遊記、三国志演儀、水古伝、金平梅が挙げられるが、本書の評価はこれらより一段低いものとなっている。露人は、水古伝に比べたら、幻想的に過ぎ、西遊記に比べたら、優位さに欠け、今に至るまで、 この二作品と同列であるとみなした者はいないと評している。また、最有根は、方針演技は、思想面でも芸術面でも、作者が意図した小説界において、水古伝と最有機と共に定立するという抱負を果たすことは、到底できなかったと評している。一方で、だがそれでも、方針演技は、中国小説誌で、一定の重要な地位を占めるとも記している。 文学面での評価が低い理由として、中国文学研究者の二階堂義博は、文体のぎこちなさ、堅苦しい文言体を必要以上に多用する、ストーリーの欠陥、大抗望が、点数、点名と称して、自分の行為角に正当化する、典型的な悪心として描かれている日中や、有婚まで、他の登場人物と一緒に放針される、時代交渉の無視。 飲酒時代に存在しなないい新鮮人物が登場するるどを挙げている以上のように、方針演技は二流の文学作品とされている。しかし、中国の民間信仰に与えた影響は極めて大きく、従来の神々であっても、本書で改変された名前や格好で心臓が作られたり、本書が書出とされる通天教主や新公表などが従来の神々に混じって、 信仰の対象になったりしており、秋代以降の宗教文化を研究する際には、特に重要な作品であると言える。方針演技を日本語でリライトした小説家、あのウツトムは、三大回帰小説として、三国志演技、最有記、水古伝を挙げた後、回帰性の高さを理由に、水古伝により、方針演技がふさわしいとしている。しかし、 三大回帰小説という故障自体一般的ではなく、前述のようにこれらに金平梅を加えて四大奇書とすることはあるが、奇書は回帰小説という意味をほとんど含まない歴史小説である三国志演技を回帰小説に区分することも定説とは言い難い。また、民間での評価が高く知識人の評価が低い理由として、あのは儒家の影響、儒教で理想とされる、 修行譚を持ち上げるため、太鼓房が活躍する本書の価値を不当に貶めたが、あったとしているが、次第武装は小説全般を軽視していたのであって、方針演技を特に貶めたわけではない。日本では、江戸時代の高塚がすでに本作を読んでいた記録があり、大正時代にはこれを論じた論文も発表されていた。昭和後期の1977年に、 木島清道により小薬版が出版されたが、西遊記や水古伝といった秋代に成立した他の演技作品と比べても、方針演技は周知されなかった。平凡社の中国古典文学体系にも、小薬すら収録されていない。本書の存在が多くの人に周知されたのは、平成が始まった1989年に出た、あのうつと無変分けによるリライト版。 それを原作にした藤崎流による漫画方針演技1996年から2000年によるところが大記とされる。しかし、あのんは殺害を殺人欲求と解釈したり、天根数や方針事業を理不尽な展開の陰謀とするなど原点にはない解釈やエピソードが多く入っており、また、なたを、納得、た善、妖善を、妖善、聞き中、 文中を文中と読み間違えるなどの初歩的なミスも参見される。なお後に、あのは、このリライトは小説形式で展開していく、中華思想論のための布石という位置づけであり、本作に多く加えた改変は、自身の意見であると述べている。原型に一番近い形で読める日本語訳は、公営、現、公営の、簡訳方針演技全3巻1995年、 とされるが、一部の詩が役であったり、今度の艦隊寺の活字本を定本にしたことに、由来するわけがあるなど、問題が指摘されている。また、本書を理解するにはその性質から、当時の民間信仰や、西遊記、平綾ラー・伝、八千ド図記といった、秋代の他の神回小説に関する知識が不可欠が、この版の役文は、中が一切付されていない。この役所は、文庫版、 全7巻、1998年で改訂再刊したが、読みやすさを配慮し本文の一部が書き換えられたため、厳密には簡約版でなくなった。2000年以降は十数年新訳刊行はなかったが、2013年に、方針演技、水庫出版が刊行された。1999年の終英社文庫版、八木原和恵編を分け、2018年に上下刊で、 海底観光を電子書籍化し、修英版より、少数を増加した海底版。また、修英者版、同様、シフソとするなど、民版の表記に配慮がなされている。2017年から2018年に、全役版が、弁正出版、二階堂義弘館役、全4巻で刊行された。もう参照、日本国内で出版されている。 方針演技解説書は、あのうつともが創作した設定をオリジナルのものと混同して記述している場合があるので注意が必要である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。